ストルズ、クラッシュ、いろんなまあロックのレジェンドたちを撮り続けている中で唯一日本人アーティストシナロケを撮ったというね、本当にもうこれ入ってますか、はい、あの多少はね友達の悲喜もあると思うんです、うん、いやでもねけどね、うんうん、嬉しいだ。いやそれはもう誇ら僕からしても誇らしいし、きっかけで何かあったんですか、そのボブ・グルーエンとの出会いというか。はい、ボブ・グルーエンがね、うん、あのボブ・グルーエンのことは僕らは久留米時代から知っとったんです。あのボブ・ディランの写真を見て、それからストーンズもレッド・ツェッペリンもスライ&ファミリー・ストーンもアリス・クーパーももう当時の時代の写真をまたボブ・グルーエンって書いてあるよって言って、名前で知ったのが初めて。ロックカメラマンで僕が知ったのはボブ・グルーエンで、すごいねボブ・グルーエン、あこのキースやらももう僕らはあの音楽をレコード聴いてプラスこのビデオやらがない時代はもうこの写真を見て、写真からあらゆる情報、このレスポールはマイクがアルニコのマイクじゃないかとか、だからこれは57年ぐらいのレスポール、キースがこんなレスポールを拡大してる写真もありました。あ本当にそうだね、はい、でね、あのそのボブ・グルーエンとの出会いはシン&ロケッツ作って1年以内にあのあ出会うんです。それであもう1年後ぐらいに出会ったんですね、シン&ロケの78年に作って、まあ、かなり初期ですね。79年に僕たちはあのシャープワンというエルボンから春にリリースして、細野さんとその前に出会って、あのアルファレコードに移籍してシンクパックを作る、その間の話なんだけど、あのスタジオにね、あのフランスの雑誌が日本のロックシーンを取材に来て、いろんなバンドに、はい、あの写真もつけて、はい、あこうオピニオンじゃない、何ちゅうかどういうバンドかをインタビューする、うん、大森のねもう本当にパチンコ屋の裏 あの2階にあるようなスタジオで、はい、浅田と川島と椎名と僕とリハーサルをやってたら、うんうんうん、あのフランス人ともう一人外人が来たんです、はい、ダンボブ・グルーエンって言ってから、おうおう、あのボブウッチなんてね、おうおう、あなたがボブ・グルーエンって言って、おうおう、でシナも僕もうわーなんで大森屋にボブ・グルーエンがいるのって言って、おうおう、そしたらあの僕らも嬉しかったけど、うん、ボブ・グルーエンも嬉しかったんです。あ自分のことをそこまで知ってくれてる人が日本にいたと、うん、東京には仕事で来て、あのそのフランスの雑誌の取材で写しても、うん、はい、ボブ・グルーエンちゅうてロックファンならね、ほんとロックバンドならね、うん、ボブ・グルーエンぐらい知っとかにはいかんけど、うんうん、もうあの時代ファッションが一番やけんね、格好付けが先やったから、まあ、誰が撮ったっていうよりもその写ってる人の方がロックの話したりさ、うんうん。